木箱、誰が積んだんだろう。落ちそうだ。そんなところに。 怖いな。あれは。 ダメかと思った。中身は何だろう。 その扉初めてかな。いや大丈夫って<笑>説得力ないよね。このマスク旧式だからかな。ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫。 あの女の子、仲間なんだろ。血類を見つけて早く迎えに行ってあげないとな。 生き残るためなら何でも使わなきゃ。 再生して。 再生力まだ残ってるかい。
上に何かいる。中身は何だろう。やった、開いた。狭いな。狭い。さっきの人じゃないか。どうした、どこか怪我でも。
ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって。いいから、ほら。君は血類を探さないと。あの子が待ってるから。大丈夫だって。君、
お前も探索者か。どうやら一人みたいだな。俺も今回は一人で探索を行っていたのだが、この先に進むのに連れ合いが欲しかったところだ。どうだろう、今回の探索が終わるまででもいい。同行しないか。騙して襲うような真似はしない。安心してくれ。こんな正気が濃くロストがうろつく場所で争ったりしないさ。それは助かる。短い間だがよろしく頼む。よろしく頼む。そんなところに。待ち伏せか。気づかれないようにな。楽には終わらないようだ。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。登ってみるか。今行く。まさか。
少し待ってくれ。後で事情を聞かせてもらおうか。洞窟と建物がつながるとは不思議なものだ。一体何が。俺も点検するべきか。早く開けた場所に出たいところだな。どうだ、いいものだったか。
終末のトゲが地盤を破って作った湖か。ロストだ。上にいるぞ。足場に気をつけろ。せよ。足場に気をつけろ。見落とすところだった。地上に戻ってきたか。よし、地上の光だ。ロストに落ちた奴は二度と元には戻らない。迷いを捨てろ。
心臓が無事でよかった。対策を練るべきかもしれないな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。大丈夫だ。勝機は必ずある。無事だったか。ところでお前たちは、レブナントに定められた義務だ。例外はない。血液か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食しロストに変える危険な石だ。ささやきに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが犠牲になるしかないんだ。
ます。俺が周囲を警戒しておく。彼女が落ち着いたら。待て、何を？手を離せ。飲み込まれるぞ。大丈夫。今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は血類を治めるのが保護区に住むレブナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。お父さん、お母さん、誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような野良のレブナントは死人の狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。ここは記憶の残滓、失われた記憶がたゆたう場所。参りましょう。あの階段を進めば元の場所に戻れます。ここは気まいりましょう。あの階段。これはあのロストの過去。いや、まさかそんな。これは
今のは一体記憶、あの決意に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。よろしくな。ひどい景色だろう。クイーンに勝利した後、突然現れた赤い霧。あの霧の出現によってあらゆるものが閉じ込められ、シルバが君臨するレブラント社会が誕生した。霧の牢獄、霧に閉じ込められたこの世界はいつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら血類を探していく毎日。レヴェナントには血が必要だ。血に乾けばあの化け物ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまたロストの恐怖におののき血を求めた。ありきたりのレヴェナントだけれど、さざ波は立った。お前は正気を晴らし血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた。記憶の欠損か。他に覚えていること珍しいな。ほとんどの記憶を失うとは。彼女もそうだったが。しばらくゆっくりするといい。ここは好きに使ってくれ。